綾やわかは、元大相撲力士である。青森県南津軽郡出身。本名は、高橋勝夫。ではの海部屋所属。最高位は、西前頭5枚目。現役時代の体格は、身長170センチメートル、体重82キログラム。特異種は、右四つ、下手投げ、ひねり、足癖、取ったり。農家に生まれ。 幼少時から力が強く米二票を両手に担ぎ、近在の評判になったという。同じ津軽出身の綾桜を慕って上京、出羽の海部屋に入門して1925年、1月場所に綾桜にちなんだ、綾若の四個名で、初土俵を踏んだ。綾桜や大の里らの指導を受け、入門から5年後の1930年5月場所で重量に、昇進した。 しかし東十両十一枚目で迎えた1932年1月に、春十円事件が起こった。綾川綾桜に従って相撲協会を脱退した。天竜、大の里が率いる、第二本相撲連盟にいたが一年も経たずに離れて、協会に、帰参、1933年1月場所に十両格別席で、復帰した。 復帰後4場所目の1934年5月場所に入幕を果たした。小兵計量だが筋肉質の体型で右を刺して食い下がってから投げやひねり、足技や取ったりなど多彩な技を繰り出し、常に土俵狭しと動き回る取り口で人気があった。重量に2度陥落したが、主に幕内注意で相撲を取り、1941年、 一月場所四日目には、日の出の勢いだった関分け、寺四国をうっちゃりで破った。柔らかく腰が重い、しかも相撲校舎の寺四国をうっちゃって見せたことから、その技量は、なかなかのものだったとされている。1942年五月場所、西前頭二十枚目張り出しで七勝八敗と、負け越したのを取り収めとして、引退、協会には残らず廃業した。その後は、 東京都杉並区で、接骨院を営む傍ら自供術を教えていた。また、新宿区で、季節料理店、あやわかも経営した。出羽の海兵や OB で構成する、UI 会には、毎年のように顔を出し続けたという。スマイ人名館返答宣言により初日から休場、6日目から、出場左膝関節捻座により6日目から、途中休場。ありがとうございます。